堂々の頭。アトラス・デズロジー、ポール・ジャーベイス、1844による、詳細なイラストポール・ジェ・ルベイは、フランスの古生物学者、昆虫学者。パリで生まれ、理学博士と理学博士の学位を取得し、1835年に、国立自然史博物館の比較解剖学の研究室の助手として、古生物学の研究を始めた。百四十一年、 モンペリエの理学部の動物学と比較解剖学の長となり、1856年には学部長に任命された。1848年から1852年までに重要な作品であり、ジョルジュ・キュビエとアンリブランビルによる古生物学の出版物を補足する書であるズーロジー・パレオントロジー・フランセーズを表した。大幅に改訂された第二版は1859年に、 発行されている。1865年、ルイピエール・グラチョーレの死によって空席となったソルボンヌの動物学の教授職を受けた。1868年にこのポストを離れ、パリの自然史博物館の比較解剖学長となった。自然史博物館の解剖学的コレクションは、ジェルベイにより大幅に充実された。1879年2月10日にパリで死去した。 フロレンティーノ・アメギノによると、ブエノスアイレス州知事フアン・マヌエル・デロサスから手に入れた化石のコレクションを研究した。それ以前はこのコレクションは、フランシスコ・ハビエル・ムーニスにより、ブエノスアイレス州に寄贈、または強制的に寄贈されていた。ジェルベイの名前は次の分類群の俗称及び、学名に残っている。前述した著作の他に以下の著作を残している。 ありがとうございます。